ブージェバルは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。コモンブージバルは、セーヌ川砂岸の湾曲下オーブにあり、サンジェルマンアンレーのおよそ3キロメートル東に位置する。ブージバルの位置はかつて水が流れていた、沈没国の川口部にあたる。また、ブージバルは、セーヌ川に浮かぶ小瀬島の大部分と、ロジュ島も面積に含んでいる。これら二つの島の間には、 肛門がある。ブージバルの標高は多様性に富む。肛門では23.73メートル、境界では29.50メートルで、標高の最高地点は駅の近辺である。東はリュエイ・ユマルメゾン、南はラセル・サンクルー、西はルーブ・シェンヌ、北のクロワシュル・セーヌはセーヌ・ガー・ウガンで向かい合う。コミューンの土壌は全体的に石灰岩質である。 コミューンには川沿いを走る県道113号線と南北に通じる県道321号線が通じている。校舎はブージバル橋を右に向かって横切り、クロワシュルセーヌとの往来ができる。ブージバル駅はサンラザール駅からサンノムラブルテシュ駅の区間の路線が通じる。しかしブージバル駅はラッセルサンクルーの領域内にある。コミューンの領域は 高度に都市化されているが、特に南西端は、ルーブシエンヌの森の一部をなす手つかずの森林が残されている。ブージバルの聖ヌかシブージバルとは、フランク時代か、メロビング朝時代の名ボードギゼル、またはボードギゼルの谷から来ている。フランク族のオージムンデリックの子孫、ボードギゼルに由来するのかもしれない。その谷、ブージバルは、沼地の谷と呼ばれていたという説がある。 このケルト語の名は、石炭やチョーク、石が産出された谷の両側を示すのに用いられた。バルデ・ボッチスは、次第にビューディキシャレバル、ボグバル、ボーガバル、ボグバックス、ボグバーウーと、ブージバリス、ブーキブリス、バージバリスと変化していった。13世紀には、バクブリスとなっていた。後者の綴りに基づけば、斜面に植えられたブドウの存在があって、一部の言語学者たちは、 ブージバルの名がバクブリスに由来すると仮説した。一部の学者たちは、ブージバルが、牛の谷を意味するバルデブーから派生したと信じている。重要な家畜の死が、ラセルサンクルーにあったからである。これらの牛は、シャルルバンヌラ小世から、市場へ向け出荷され、牛の谷を通過した。1250年に、市場は、ポワシーに移転した。ブージバルの起源は、 9世紀に知られていたシャルルバンヌの集落である。811年から829年にかけての類計験王のディプロマにおいて、初めて街に人が居住していたことが報告された。この中で経験王の祖,祖父、カール・マルテルがパンセル地方のセーヌ菓子に魚場を築き、魚場はサンジェルマンイコールデイコールプレシュードイに授けられたという。検証には、 ピスカトリアとベナの名が示されている。同じ場所は1008年に死んだ歴史家エワンがパリ周辺とカーリー・ベナとカーリー・ピスカトリアがノルマン人に荒らされたと記している。シャルル・バンヌは現在のラッショーセ島と同じ場所である。13世紀にはブーキブリス、その後バクブリスやバクブリスの名が見つけられるが、急速にボグバル、ボーガバル、ボグバックス、ブージバル、 ブージバルへと変わっていった。ブージバルには、丘陵で、いくつかの斧や石器が見つかっているように、戦士時代から人が定住していた。ケルトの時代であれば、湿地の名の記憶しかなく、7世紀からブージバルの歴史を再構築することが可能であるが、我々は13世紀からのみビューディキシャレバルの名が、ブージバルの前身として、現れるのを知っている。しかしながら、現在のブージバルは、 かつて二つに分かれそれぞれ別の自治体であった、ブージバルトラ小生シ,シャルルバンヌからなっている。マルリーの機械ピエールオーギュストルのはあるが、ブージバルのダンス。ブージバルで休暇を過ごす人々を描いている。ブージバルの領域には長く人が住んでいるが、最古の居住地は、間違いなくブージバルより先に、シャルルバンヌ集落である。シャルルバンヌの記録は9世紀以前からあるが、 ブージバルについては13世紀以降である。このセーヌ川の端に、旧済カール・マルテルは川を石止目ダムや、巨場となる水門を作らせ、この地は、ラショーセと呼ばれた。この建築物は創設者の名をとって、カーリー・ベナと呼ばれ、漁師が暮らす村は、チャウシー・チャーラバン、単に、シャルルバンヌと呼ばれた。村は成長し、川港ができた。 川港には845年3月、パリ包囲に向かうバイキング船がやってきた。100人余りのバイキングたちは、シャルルバンヌの魚場に上陸した。彼らはこの地域を荒らし回った後、シャルル特等の軍隊が到着すると逃亡した。この略奪を記念して、川港は、足木港を意味する、マルポート、または、モポートと名付けられた。シャルルバンヌにあった城。 その後マルリーの機械が設置されることになる場所を、ノルマン人が攻略した。この城は要塞化され、地方を荒らし回り略奪してきたものを収めるのに、用いられた。城にはその後ロロが住んだ。ノルマン人主張ロロが、シャルル単純王との間のサンクレール・シュルエプと条約を締結した時期、ロロが単純王の娘ジゼルと結婚し、持参金として、ネウストリア全土が、 ノルマン人にもたらされた時期と同じ頃ではないかと見られている。11世紀、ロベール経験王は、シャルルバンヌのワインの10分の一税を、サンジェルマンアンレイ修道院へ、巨場の権利をサンドニ修道院へ寄進した。イングランド王ヘンリー一世との戦争の最中であった12世紀、ルイヒマン王は、シャルルバンヌに、敵の襲撃を阻止するための城の建設を決めた。ところが、 サンジェルマン安寧修道院が税収に固執したため、ルイヒマン王は建設計画を諦め、この地域にあった教会と10分の一税を修道士たちに寄進した。1273年、フィリップ・ゴータン王は自らの領主裁判権を放棄し、シャルル・バンヌのすべての道路と住宅に関する領主裁判権をサンドニ修道院に寄進した。シャルル・バンヌのほぼ全体、リエユ、 出せる、クロワシーをホードとする二つの大衆動員間で、紛争が勃発した。これらの紛争は1336年に仲裁で、解決された。1346年、エドワード3世のパリ進軍の際にシャルルバンヌも、襲われ、燃やされた。この集落は、廃と化して長い間廃墟のままにされ住む人もなく、数百年間再建されなかった。 15世紀、ルイ11世の側近ジョフロアクールが、小生領主となった。クール家が、小生領主を代々世襲した後、ブリソネ家に渡り、彼らは1719年まで領主であった。16世紀、愛称がブリエル・デストレは、ラ・ショーセに家を所有していた。17世紀から18世紀、ラ・ショーセの城はしばしば交渉役場として使用された。 現在のパビオンドブロワ公園であるラショーセにおいて、類体用王,王とモンテスパン公爵夫人の諸子である、フランソワーズ・マリー・ドブルボンが育てられた。ネウストリア・オーキルデベルト3世の治世初期、697年4月、当時の偉人であるアダルリーは、サンジェルマン・イコール・デ・イコール・プレシュードイン、第10代委員長であった、バルドロメールと、旧ボニエ・デ・マルリーにある土地を交換した。この日付が、 ブージバル誕生の日付であり、後にビューディキシャレバルと呼ばれ、後にキルデベルトを含む大勢の領主のもとを転々とした。その後ブージバルは王領の一部となった。ブージバルの土地はいくつかの領地に分かれ、様々な修道院や王の宮廷官の家系に授けられた。マルリー領主であるモンモランシーケとサンドニ修道院がいくつかの領地を持っていた。ブージバル最初の領主は、 ジャンド・ブージバルである。彼は1240年前後に領地を授けられた。13世紀終わりに、ブージバル領主となっていたのは、マルリー領主であった。1683年、累耐洋王が、ブージバルを買い上げた。1870年、パリ包囲中のプロイセン軍は、ビュゼンバルとブージバルとの間に、多くの爆撃と激しい戦闘を行った。13世紀初頭 シャルルバンヌとブージバルにまたがる場所にハンセン病患者を収容するサント・マドレーヌ病院が作られた。病院は非常に裕福であったとされ、貧しいブージバルとシャルルバンヌの患者だけでなく近隣の15のコミューンからの患者も収容していた。1346年のエドワード3世のパリ包囲において病院は略奪を逃れている。1778年に 病院は存在しており、オルレアン港に依存していた。1793年、ラ・ショーセ療養所と呼ばれていた、二つの庭園と二エーカーの草原を付属に持つ建物は、11,550フランで、パリの主営に売却された。参照元、1962年まで、カシニデエル・イヘス。1968年以降、INSEE、ビゼの家。 ありがとうございます。